プロボクシング WBC 世界スーパーフライ級王者フアン・フランシスコ・エストラーダ、33イコールメキシコ、が6月29日、日本時間30日、米アリゾナ州フェニックスのフットプリントセンターで IBF、WBO 世界フライ級王者ジェシー・ロドリゲス、24イコール米国、との初防衛戦に臨むと発表された。エストラーダは、ロドリゲスは危険なファイターであることは分かっている。十分な準備をはできている、などと意気込んだ。エストラーダにとって22年12月、ローマン・ゴンサレス、36イコール帝拳、ニカラグア戦以来、約1年6ヶ月ぶりのリングで、ロドリゲス戦を発表できてとても嬉しい。前回のゴンサレス戦勝利後、十分な休養を取り、家族や子供たちと充実した時間を過ごし、抱えてきた怪我も治すことができた、と手応えを示した。長らく WBA 世界スーパーフライ級王者井岡一翔、34イコール姿勢、との統一戦交渉が続いていたが、最終的に勢い十分の若き世界2階級制覇王者との対決を選択した。一方、WBC 世界スーパーフライ級王者だった22年9月以来となる同級カムバックとなるロドリゲスは、ずっと希望していた試合で、もう一度自分の力を証明する準備ができている。エストラーダのようなレジェンドと戦えるのはとても大きい、とやる気満々だった。